したあの日の体現体は抱き合う二人はマイノリティ、理解されない価値観で、きっと寂しくなって心を埋めるのかな、所詮その場しのぎに体預けちゃって、それが望んでた答えなの、今すぐ愛してよ、だから依存して束縛して、誰も見ないで感じられないにして言うてる、大丈夫だと気づいてるけど止められない、こんな自分を愛してくれるんでしょ、全て出すから全てで返して、思う気持ちはいつしか稼げる、離れてゆくのでしょう、あなたもそのパッと同じだね、日常にまだまだ慣れはしなくて、不器用なマイブレイン、簡単な恋をしてきたわけじゃない、ないものねだりのような、矛盾した気持ちは消えない、でもね分かってるんだ、前に進まなきゃいけないってこと、もう意味のないストーリーだ聞かせてみるよ。